スターティングオーダー、アナハイムエンゼルスは1番ショートエクスタイン、2番センターアースタッド、3番ライトサーモン、4番がレフトのアンダーソン、5番サードグロース、6番がファーストスピージョ、7番セカンド今日はギルがスタメンです。8番キャッチャーモリーナ、9番がピッチャーバッティングもいい ルーキーのジョン・ラッキーです。ピーターはこのポストシーズンはあのセントルイスカージナルス戦ではいい投球を見せまして、特にワールドシリーズ出場を決めた試合では6回無失点というピッチングでした。荒木さん、あの時の投球が、まあ、ポストシーズンの中でも一番いい内容ですが、はい、持ち味をもう一度整理していただけますか。ですね、アウトコースへの制球が非常にいいピッチャーですから、そういうボールを中心に、攻めていくわけなんですけれども、まあ、でもどちらにしてもそれほど剛速球のあるピッチャーではないですから、はい、インサイドとアウトサイドをこ うまくこう投げ分けていてね、あとあの一般的な技巧派と言っていいと思うんですけども、ね、今守り各選手が紹介されています。キャッチャーサンティアゴ、ファーストスノー、セカンドケント、サードベル、ショートがオーリリア、外野は左からボンズ、ロフトン、そしてサンダース。今日の試合の鍵、リーターは少なくとも6イニングは投げることということが今出ていました。一方のアナハイムはこのボンズの前にランナーを出さないこと、これはもう毎試合共通のポイントになりますが、とにかくエンゼルスの打線を止めないことにはこのワールドシリーズジャイアンツのこう勝機というのは流れを変えるということは出てこないですね。そうですね、で特にこの 1,2 番をねきっちり取っていくことっていうのは、まあ、当然といえば当然なのかもしれませんが、はい、それがなかなかできていないので、今日あたりしっかりね、守りの方で見せてもらいたいと思うんですけども、はい、まずはそのストライク、今日はホームプレートアンパイアマイク・ウィンタース。1番エクスタイン、昨日も2安打。カークリーターはこの外側の小さく変化するボールというのが、まあ、ほとんどこう投球の中でどうでしょう、8割ぐらい占めるんじゃないかと。そうでしょうね、多いですね。ご覧のミッキーハッチャーバッティングコーチ、アナハイムエンゼルス。あ、今インコースを狙いましたが外側へ。あのミッキーハッチャーコーチに試合前話を聞いたら、シアトルマリナーズのモイヤーみたいなタイプだろうという話でしたね。はい、まあ、同じような投げ方をしてますし、タイプ的にもまあ一緒なんですけども、はい、もう少しモイヤーの方が緩いボールをうまく使いますので、うん、確かに今スピードはだいたい80マイルよりちょっと超えるようなボールで、そんなにスピードの差はありませんね。ショートゴロ、ワンアウト、ダリンアースタッド。1番から3番までのバッターの成績が出ていますが、この差があります。一、二塁間、ケントさばいた、ツーアウト。あの1番2番の怖さを知ってるだけに、アレクさん、今日はこのツーアウトを取ったところでの場内の湧き方が違うような感じがしますね。3番ティムサーモンへの初球入ってます。ベル、さあとスノーのミットからこぼれて2アウトランナー1塁。サードのベルの悪送球ということになりました。荒木さんの印象ではどうです、左右まんべんなく打つタイプという感じでしょうかね。そのまま来てます でね、やはりここでっていうところでね打ってくれてますよね。はい、スーパーが出ましたが、果たしてこのリーターが何イニングまで投げることができるのか。そうですね、先発投手がね本当最低6回というイニングをね投げていかないと。センター前、サーモンは2塁から3塁へ行った。ロフトンはこれは三塁は諦めます。ツーアウトからチャンスが生まれました。1回の表アナハイムエンゼルス。このグロースのその外側を突かれても何か体勢が崩れないバッティングというのは昨日あたりから非常に強く印象に残ります。はい、セカンドゴロ打ち取りました。
スリーアウト。1回の表エンゼルスは得点がありません。ジャイアンツのスタメンは変わりがありません。1番センターロフトン、2番ショートオリリア、3番セカンドケント、4番レフトのボンズ、5番キャッチャーサンティアーゴ、6番がファーストスノー、7番がライトのサンダース、8番サードベル、9番ピッチャーリーター。新庄は今日もスターティングオーダーからは外れています。さあルーキーのラッキー、試合前は笑顔も見えて打撃練習もしているという、こうその仕草からは緊張感というのは伺えませんでした。相手の本拠地での先発、もちろん先制点は欲しい、今押され気味のジャイアンツ。このロフトンの打率がワールドシリーズになって上がりませんね。そうですね、このロフトンの不振っていうのがね、そのままなんか打線の元気のなさをね、はい、引き出しているような、そんな感じがしますね。ワールドシリーズに入ってからの打率が0割8分3厘とヒットは1本しかありません。昨日も初回はこうやってバントの構えをしながらフォアボールをもぎ取ったんですよね、そうですね。あのボールが非常に有効に効きますよね。面白い当たりだ、セーフになった。このオーリリアがですね、昨日もホームランを打ちました。ただホームランは打つんですが、なかなかこうロフトンを塁に置いてつないでいくということができませんよね。そうなんですね、ですからね、この辺の2番の差というものもね、はい、このシリーズ今のところまだ出てますよね。1番から3番までの打率というのが歴然としている今日、今年のこのシリーズ。合わせた、ライトの前に落ちる、ロフトンはもう三塁へ行く、ノーアウト、ランナーは一塁三塁。3番ケント、三振、ワンアウト一塁三塁で初回のボンズを迎えることになります。印象に残る名場面の中に出てきました。さあここは試合の中でも非常に大事な場面と言ってもいいかもしれません。はい、今まではきっちり抑えているバッターをね、はい、今日はどうかというところでね、ツーアウト、ダブルプレー、初回のチャンスを逃しましたサンフランシスコジャイアンツ。どのぐらい球数少なく終盤までしのいでいけるか、強力打線に対する今日のリーターのピッチングです。その4人目の先発が今日投げています。ですから明日は第1戦で投げたオルティーズと、失礼、シュミットとウォシバーンが先発予定です。初めてのワールドシリーズ進出、球団ができて42年目のエンジェルス、こちらは100年以上の歴史がありますジャイアンツ。二遊間、マイプレーです、ワンアウト。いいですね今のようなプレーがね。バッターベンジーギル、今日は左のアダム・ケネディではなくてこの右バッターのベンジーギル。右ピッチャーの時はケネディ、左の時はこのギル。8打数5安打ポストシーズン。合わせてライト前、どちらがスタメンに出ても打ちます。これでポストシーズンは9打数の6安打。今日はボンズ第1打席は敬遠でした。ポストシーズン21個目のフォアボールはメジャーリーグ新記録になりました。ホームランもこのシリーズ3本出ています。8番のキャッチャーのベンジー・モリーナ、この後が9番のピッチャーラッキー。
ファーストランナーギルはレギュラーシーズン盗塁2つ。センターへ、これも落ちます。ギルは2塁を回ってストップ。ワンアウトランナー1塁2塁。さあヒットがつながったところでピッチャーへの打順になります。強打でもありますピッチャーのジョン・ラッキー。ここはバントか。二塁ランナー飛び出している。初球はボール、うん、その JT スノーは前に来る。バントをして三塁の前ですがファール。見え、やはりバッティングがいい。そして二塁ランナー三塁で止まる。下位打線が3連打つながりました。そしてエクスタイン・アースタッドの 1,2 番。あー、やはりバッティングのいいそのラッキーの打撃が出ましたね。満塁で迎えるには非常に嫌なバッターです。上げた。さあ処理はどうか。どちらが取る。ロフトンが取ってベンジーギルはスタート。間に合わず。先制得点はアナハイム。2回の表、エクスタインの犠牲フライ。どちらが取るかというところで荒木さん、はい、まあ、ロフトンもちょっとあの肩の強さというのはですねそれほどありませんのでね。そうですね、今それでねコースもね、はい、ちょっと微妙なところだったですよね、左中間寄りでね、はい、結局ロフトンが取りました。ボンズもおそらく取れたこう感じかと思いますが、どちらかが新庄ならば当然新庄が言っていたかと思いますが、これで先制得点を挙げました。しかしアウトカウントは1つ増えて1塁2塁。打ち取りました。スリーアウト。2回の表のアナハイムエンゼルスの攻撃が終わりました。三振です。マイク・ウィンタース。そして1塁ライリー、2塁がマクルランド、3塁クロフォード、レフトがヘルナンデス、ライトがチーダ。風は今ジャイアンツの旗が左側、これレフト方向に向かってなびいています。昨日はこの海に飛び込むスプラッシュヒットがありませんでした。サンフランシスコでの今年のワールドシリーズ第2戦、通算の第4戦です。 JT スノーから始まります。2回の裏、6番です。ポストシーズンちょうど3割。一進塁間はスピージをさばいてラッキーベースカバー、ワンアウト。1回には満塁のチャンスがありましたサンフランシスコジャイアンツ。ですから左バッターに対しても今のようなボールって非常に多いんですよね、はい、インサイドじゃなくてアウトサイド高めですけども、すごい力のあるボールがいきますね。センターへ、ワンアウトランナーが一塁。レジー・サンダース、ワールドシリーズだけ見ますとこれでヒットは5本目になりました。ホームランもそのうち2本あります。ダブルプレーはスライダーですよ ね, ですよね、はい、ですからね勝負球で多いですよね今のところね。なるほど、当然ベルも頭に入れてバッターボックスでしょう。8番、うーん、バットは折れた。バットと一緒に打球も飛んでいく。エクスタインは一塁へ。間に合って2アウトランナー2塁。これはあの今日一番じゃないですかね、インサイドでこういういいボールが来たのは。ボールの良さがありますね、はいはい、あの抜けたボールではなくて、自分の意思でね、はい、しっかりとそこへ投げたというのがね、さあピッチャーのカークリーター、先ほど相手のピッチャーのラッキーにヒットを打たれました。セカンドベンジーギル全力で行きました。あっとギリギリアウト。スリーアウト。放送席があるのが3階になるんですが、3階のこの放送席の後ろ側を出ていきますと、まあ、いろんなあの食べ物を売ったり、それからボンズ選手の T シャツなどが並んでいる売店がこう立ち並んでいます。
グラウンドに向かって野球を楽しめますし、グラウンドの裏側に行ってもまたいろんなこう面白いものがありますよね。そうですね、なんかものすごく歴史を、ね、感じさせてくれるものもありますし。そうですね、はい、そしてその歴史を感じるものとして一つあるものを撮影してまいりましたので、それをご覧いただきましょう。ちょうど私たちの放送席の後ろ側の通路にこの写真がありました。1964年9月1日にデビューをしたということがこの写真の横に、書かれてありました。案内がありました。マッシー村上正則さんです。ちょうどバリーボンズが生まれた年なんですよね。1964年ですから僕たちもですね、ボンズより僕たちですよ。そうですね、はい、私たちも同じ1964年生まれですが、2年間で5勝1敗という数字も今紹介されていました。日本人メジャーリーガーとして初めてのプレーをしました村上正則さんの写真が飾られていますパシフィックベルパーク。そしてご覧のように永久欠番、左の NYNY というのはニューヨークジャイアンツ時代の、2人、マグロー、マシューソン。この頃は背番号がなかったのでないんだけれども永久欠番。その他に3番のテリー、4番オットー、そして11番は名投手のハッペル、27番もやはりピッチャーのマリシャル、44番が強打者のマカビー、30番がセペダ、さらに全球団共通の42番としてジャッキー・ロビンソン、合わせて10永久欠番がありますこのサンフランシスコジャイアンツ、かつてのニューヨークジャイアンツです。1958年にこのサンフランシスコに移ってきました。今日ちょうどお土産屋さんでは58年からサンフランシスコジャイアンツというようなロゴマークがついた帽子が売られてましたよね。非常に珍しい帽子がありました。このサンフランシスコに来てからは3回目のワールドシリーズ。3回の表、エンゼルスの攻撃はティム・サーモン3番から。打順は2巡目に入っています。荒木さん、はい、もうヒットが4本出てます。今日もやはりリーターを苦にしない打線と見てよろしいですか。そうですね、なんか相変わらずかなという今日もね、好調さがそのまま出てますね、はい、センターへ5本目のヒットになります。3回ノーアウトランナーが1塁、はい、ですから落とすボールをもう少しこう内側ね狙ってですね、思い切って攻めてみるのも一つですよね。詰まらせてワンアウト、一塁は無理。4番のゲレット・アンダーソンはセカンドゴロ、うん、センターへロフトンが追って追ってフェンスにつく、ついてついてジャンプはどうだ、入ってます。トロイ・グロースのホームラン、センターの右中間の深いところ飛び込んでいきました。グロースポストシーズン7本目、これでボンズに並びました。ポストシーズンの個人のホームラン並んでタイ記録、3対0となりました。というのも面白くなってきましたが、これもセンターへ、今度は伸びすぎました。ビーチをそういう思いはあるんだろうと推測するんですけどね、そうですね、当然考えはあるんだとは思うんですが、はい、これも外、センターへ、ツーアウトランナー一塁、ヒット7本目。ベンジーギルヒットで8番のベンジーモリーナで3戦まで の、はい、アナハイムの打線を見ていれば、ね、当然恐怖心はないわけはないんで、ただでもそれに打ち勝っていかなければ勝てないですよね。そうですね、バットの先、サンダース前、3アウト。この回は8番のキャッチャーのところで打線を切りました。それだけこのホームランバッターをこう崩すような投球というのがなかなかできない、はい、ジャイアンツの投手陣、先発ピッチャーの防御率が昨日までで 12.25、 今日のリーターもここまですでに3失点、3回を終えたところです。
この回は先ほどリーターで打線が切れていますので、まあ、1番からの反撃になりますサンフランシスコジャイアンツ。ボンズのところにまたいい形で送っていきたいところですが、ボンズは今日は最初は敬遠のフォアボールでした。気温は15度4分、今日も曇り空のサンフランシスコ。これから3回の裏のサンフランシスコの攻撃が始まります。ジャイアンツがワールドシリーズのゲームでサンフランシスコで勝利を収めたのは1962年にありました。で、1989年には0勝4敗でスイープされました。そして昨日のサンフランシスコのゲームではまだ勝っていませんので、まあ、40年ぶりのワールドシリーズの勝利を狙っています。地元での勝利を狙っています。3回の裏の攻撃、ロフトン初球はボール。1番からの打順になります。初めほどランナーを気にするような形でおそらく出ないんじゃないかなと思うんですけども、一塁二塁間破りました。ロフトンこれで2打数2安打。3回の裏ノーアウトランナー一塁。早く試合をタイに持っていきたい、ついていきたいジャイアンツ。先ほどオーリリアは外のボール のバットの先に当たるヒットでした。マウンドに行って、ね、アドバイスを送りましたけれども、ね、まあ、非常にこういうのは助かると思うんですが、左中間一直線に伸びていくが、真ん中真ん中取ったか、落ちてます落ちてます。ロフトは二塁から三塁へ、内野にボールが返ってきました。ノーアウトランナー二塁三塁。あースタットあと一歩。しかしこれもすごいファイトを見せました。これね、一瞬今取ったと思いましたもんね。グラブに白いボールが入ったように見えましたがね、はい、ここです。あー土手ですか。ですね、追いついてはいましたが、思ったよりもこうボールが手首の近くに来てしまった感じ。さあこれでチャンス、1打2点を挙げようというところ。内野は前には来ていません。3点リードのエンゼルス、3回の裏の守り。ピッチャーライナー取った、2人戻ってます。今のはいい反応ですね。これで奥取りましたね。この辺りの、ま、運もまだ来ていませんか。来たんですよね。そうですね、一塁が空いて二塁三塁でのボンズです。もう敬遠が始まっています。今2つ目のボールが投げられました。いやーこの形がどうしてもできますね。そうですね、徹底してやはりその自分たちのね、作戦というのをね崩さないですよね。第4戦で4つ目の敬遠のフォアボールを受けていますバリー・ボンズ。バリーと勝負しろ。このピッチというのは、まあ、投げるという意味とは別にこれ勝負しろと、ちゃんと投げろというような意味が含まれています。今日はまたお子さんたちがバットボーイを務めていますが、ベーカー監督のお子さんでしょうか。そうですね、12番です。ダリン君3歳です。優勝決定戦の頃はこのダリン君が何か勝利を連れてくる存在のようにも見えましたが、今日は苦しい戦い。しかしチャンスでまたも同じ場面でベニト・サンティアーゴ。ボンズが歩いた後のワールドシリーズは7打数でまだヒットが1本です。引っ張った、ファールです。今のボールも甘いボールですよね。なるほど。ですからこれは、モリーナがね、はい、非常にこう見てますよね、冷静に。つまり投げさせる場所というのをこうキャッチャーミットで示して、はい、ボールじゃなくていいよと、ストライクでもいいよと、はい、
ですからこの辺はやはりモリーナの存在というのは、はい、打線が今までこうエンゼルスというのはすごくこう注目されてますけれども、はいはい、こういうところでのポイントでこうアドバイスを送ったり構えをしたりすることも非常にこう大きいと思いますよね。ワールドチャンピオンの経験を2回持っているソーシア監督が育ててきたこのキャッチャーのベンジー・モリーナ、はい、それでソーシア監督が、ね、バッティングじゃなくてそうですね、キャッチャーとしてのね、また引っ掛けた、ショートから2塁へ2アウト、ダブルプレー、ワンアウト満塁でベニト・サンティアーゴ2回ダブルプレー、いずれもスライダーなんですね、スライダーですね、あの1球でねこういう形になりますよね。ははジュニアカレッジでは4割4分16ホームランというシーズンがありましたジョン・ラッキー。ああカーブ、スライダーのような球も続けて投げてきました。どうでしょうか、ピッチャーが打順ということもあってこういう球も使えているでしょうか、はい、まあ、当然無警戒にするわけではないですし、あとは何ですか、ね、自分の調整ですかね、はい、次のバッターに投げるための準備を今しているんだと思うんですけども、ワンアウトということはこの後の打線にもああいうボールはできれば使いたいでしょうか、はい、だと思いますね。このプレイヤースタート、はい、でもこれよく考えればエンゼルスついてますよね。ついてますよ、これもそうですよね、ああやってグローブの土手に当たった後にね、うん、大きく転がっていかなかったですから、なるほどね、はい、そういうのも好きでしょうかね、ロフトンが場合によっては帰っていたかもしれませんからね、はい、ホームに。そしてこのサンティアーゴ、コースを使ってきました。エクスタインに対する投球、セーフティーバント、ベルは読んでいた、ツーアウト、ずいぶん前でさばきました、もう芝生の中に構えていました。初球攻撃はセカンドゴロ、ケント、テンポよくここは3アウトとなりました。まだ得点を上げることができません。セカンドゴロ、今日はセカンドベンジーギル、ワンアウト。右方向へのフライで伸びはもう一つ、サーモン、ツーアウト。ストライク一つ入りました、ワンストライクスリーボールです。中間へ、アンダーソンが追いつきました、スリーアウト。サンフランシスコジャイアンツ、こちらホームは過去ワールドシリーズが5回、いずれもこれはニューヨークジャイアンツの時代になります。名場面がありますが1954年のワールドシリーズのシーンをご覧いただきましょう。クリーブランドインディアンズが相手でした。初戦のこの外野手ウィリー・メイズの素晴らしいプレーが幕開けとなりました。ニューヨークのプログラウンドでこれ外野が広いグラウンドでしたけれども、このキャッチですよね、非常に素晴らしいですよね、まあ、何度もこれ大リーグの中での名シーンということになっていますが、ザ・キャッチと言われています。このキャッチも今日の試合前に発表された大リーグの歴史に残る瞬間の候補の30の候補の中の一つに入っていました。実は去年のイチロー選手の活躍もその30の候補の中にも入っていました。第1位はカル・リプケンジュニアの連続試合出場を95年に達成されたその記録の瞬間ということになりました。
24番は永久欠番ウィリー・メイズです。ワールドシリーズの優勝というのはこの1904年というのは、まあ、ジャイアンツがリーグ優勝を果たしましたけれどもワールドシリーズが開催されなかった年です。で1905年にワールドチャンピオン、その後1921年、22年、33年、そして54年、この54年にチャンピオンになったのが最後。1958年にサンフランシスコに移ってからは2回過去ワールドシリーズに出ていますがいずれも敗れて今回がサンフランシスコジャイアンツとしては3回目になります。おー、この海のにぎわいというのはじりじりしてるでしょうね。そうですね、でましてね、敬遠2つですね。敬遠ですからね、もうスタジアムからブーイングが聞こえてきたら大体察しはつくんでしょう ね。回はこれから5回です。5回の表のアナハイムエンゼルスは3番からライトのティム・サーモン、ヒット7本でここまで3点を取っています。トロイ・グロースのホームランがありましたがそのグロースにも回ってきます。ここのところの13打席のうち11回塁に出ているというサーモン、ワールドシリーズの打率は4割台。三振、曲がってくるボールで取った三振というのは初めてでしょうか。ワンアウト。そうですね、これ今までとちょっとパターンがね、変わりましたよね、でね、このパターンに持ち込めたのも初球シュート気味のやつをアウトサイドでストライク取れましたよね、あれが非常に大きかったですよね。やはりワンボールあるいはツーボールにならない投球というのがこうした決め球を生んでくるということなんですね。で、まあ、当然ここから計算して初球ストライク入ったわけじゃないと思うんですが、落ちました、ヒットになりました。ワンアウトランナーは一塁。これもリーターにとってはうまく打たせた打球だったんですがヒットはこれで8本目。さあそのために同じ初球ワンボールになるんであればインサイドのボール球を使っても面白いと思うんですけども、曲がってくるカーブでストライクを取りました。これもちょっと違うパターンです、先ほどのホームランです。ギリギリのところ、これがポストシーズン7本目、ボンズと並びました。メジャーリーグ史上最多タイ。そして内側、今低めに行きましたけども、これよりもやっぱり、ベルトより上ですよね、そういうボールで速いっていう意識を持たせないとなかなかこう打ち取れないと思うんですよね。ショートゴロ、オーリディア、ツーアウト、今度はダブルプレー、小さくガッツポーズも見せましたカークリーター。4回そして5回と徐々にどうでしょう、戻ってきてますか。そうですね、少しずつですけれどもね、グロース今度は持っていくことはできずに 6-4-3。 さあ盤石の体勢を作っていこうというブルペンへ足を運ぶロドリゲスの姿が見えます。エンジェルスのワールドシリーズにおけるリリーフ陣のポストシーズンですね、ポストシーズンのリリーフ陣の成績です。ショーエンワイス昨日も投げました。そしてロドリゲスは8試合全部この投げた試合は勝っています。5勝0敗でウェバー、このロドリゲス、ウェバー、パーシバルは昨日投げていないという、休んでいるということですね、この回リーターからの攻撃、ワンストライクノーボール。おっと、さあね、なんていうんですかね、本当に9番目の野手ですよね、守りもそうですけれども。そうですね、こっからが分かれ目でしょうね。そうですね、気持ちの切り替え、考え方の切り替え、非常に大事ですね。面白い当たりになった、面白い当たりだ、ノーアウトランナー一塁。
何か野球の神様が打たせてくれたようなね、本当にね、うん、だとすればここからジャイアンツの打線はつながっていかなければなりませんが、チャンスはあります。今日の試合まず1点ですよね、はい、おっとここでタイムがかかってます。今セカンドのベンジーギルがちょっとプレーを止めています。あのファーストのポジションがですね、はい、あのランナーが出たのがピッチャーランナーが、はい、ピッチャーですからね、ピッチャーですから、はい、セーフティーバント、切れません。あっとここで転がって転がってフェアだフェア、トロイグロースアピールするがフェア、天然芝のグラウンドで少し芝生のところと土のところでは高さに差がありますから微妙な転がりをする。結果グロース拾ったところはフェアグラウンド、ノーアウトランナー一塁二塁。今こう右に左に転がっていきました、はい、これね、今ちょうど芝に当たってね外に切れるかなというところだったんですけども、そうですよね、この辺は何か溝の中を転がっているような感じがありますが、はい、ここから戻ってきて、いやどうですかこれ、ここからこれこの後これですよね、この後芝から戻ってくるんですよね、はい、あっと結果はフェア、続きが来ます。続きがここでこうなって、ああ戻また戻ったんですか。そうですね、結局ちょっとボールがラインに触ってるわけですね。このほんのちょっと前だったら切れてますけども、判定としてはあれはオンラインという判定になるわけですね。1センチか2センチぐらいのところでケニー・ロプトンは3打数3安打、ナイスアイデアでしたね。もうこれはでもこのチャンスは絶対ですね、はい、さあここで今オーリディアはこう1球2球と強攻の構えでワンストライク、はい、ワンボールになっています。レフト線切れていきます。2打数2安打オーリリア、ケントは三振といい当たりのピッチャーライナー、バリーボンズ2回敬遠、ベニトサンティアーゴ2回警察だ。しかも誕生日でメジャー初ワールドシリーズ登板が相手の本拠地です。右中間、今度はタイムリーになる、ミーター三塁回った、サーモンバックホームは諦めます。ようやく1点返しました、3対1、5回の裏、なおもノーアウトランナー、1塁3塁、リッチ・オーリリア3の3、まだほとんどのお客さんがこう立ってる状態、座ってません。そうですね、でもこう本当に一気に行きたいところですからね。内野は今前には来ません、ノーアウトランナー、1塁3塁。立ち上がりからね、あ、なるほど、出てますね、上がって少し浅め、少し浅め、オーリリア、いやロフトンが帰ってくる、これで1点差。そして今送球が乱れてオーリリアは1塁から2塁へ、ロフトンが3塁からタッチアップ生還、1点差。そして今送球が乱れたことでランナー2塁、また一塁が相手ボンズを迎えるということになります。3回目の敬遠、3打席連続敬遠、バリーボンズ5回の裏。シーンもいかにボンズとはいえなかなか見ることはありませんよね。そうですね、でまたねうまくそういう状況になるんですよね、回ってきますよね、はい、まだ一度もバットを振らないバリーボンズ、そしてスリーボールになるといつものように肘当てを外して、そして今
4つ目のボールで歩きました。ナショナルリーグの優勝決定戦ではことごとくボンズが歩いた後に打ったサンティアーゴ。問題はあの外の変化球への対応ですね、はい、外センター前サンディーバッター、強肩アースタット、しかし同点3対3。5回の裏、今度は打ったサンティアーゴ。リーターから始まった攻撃、昨日そして今日で最高潮の盛り上がりになりましたパシフィックベルパークです。フランシスコジャイアンツの選手たちは平均年齢はこう30代の半ばのラインナップになります。ベン・ウェバー投球練習開始、まだロドリゲスは始めていません。ライト頭上、サーモンが掴んだ。ゴンズはベースから離れていました。今戻ります。いい当たりではありましたけれども、スノーはライトへのライナー性のフライ。ツーアウトランナーは一塁二塁。レジー・サンダース34歳、ケント34歳、そしてボンズが37、サンティアーゴも37。こうしたベテラン選手が24歳の誕生日を迎えたジョン・ラッキーの前になかなか点を取れませんでした。5回追いついてなおチャンス、ホームサンフランシスコ。またすぐ投げるという、もう本当そのテンポの繰り返しなんですよね、ですから間がずっと一緒なので、そういうものもやはりちょっとこういうあたりで変えていってほしいかなというふうに思いますけどもね。サインには今首を振ってます。ベンジ・モリーナはまだちょっと決めてません。結果今少し間ができています。はい、上げた、サーモンが前へ、そしてファースト下がる、誰が取る、誰が取るか、取れない、ファール、ファール。ランナー2人はここで三振。これ投げられるような状態であれば、はい、ゲームってものすごく締まりますね。あ、それができなかったわけですからね、はい。一番頑張ったのは初戦のジェイソン・シュミットの5回と3分の2、6回は4球今投げたところ、センター前、スピージオ、下位打線も力があります。これでヒットはエンゼルスも9本、ジャイアンツも9本。この動きですね、左に強いね、ミルがいるわけですけれども、はい、まあ、やはり進められるときにはきっちりと進めてスコアリングポジションに置いてというね、相手にじわじわとこうプレッシャーをかける、そういう野球ですね。そうですね。エンゼルス打線のですね、こう裏をかくんではないですけども、そういうものがどこかでこう考えられる。三振、ワンアウト一塁。ここはですから他のボールもあるのかな、あるのかなという思いもギルにはあったんでしょうかね。そうですね。ですからこれからこれだけ続けてましたので、はい、そろそろ1球他のものを見せてまたこれかなという意識がね、バッターには当然働きますので、これは動いて、いわゆるシュート気味にボールがいってると見てよろしいですね。そうですね、はい、リーダーの方がかけてますよね、はい、シュートをね。こうした攻撃の5回の裏から6回にかけては流れは変わりつつあるのかもしれない、そんな思いをさせます。8番キャッチャーベンジー・モリーナ。行く体勢で今待っています。うまくさばいた JT スノー、ツーアウト、ダブルプレー、またここもダブルプレー。
乗ってきましたリーター。これはリーグ優勝決定戦の時にもこんなあの表情がありましたね。そうですね、非常にこう気合が、ね、入ってますね。1903年に始まりました。1903年から数えますと今年がちょうど100年目ということになります。回数にしますと1904年と1994年2回行われなかった年がありますので98回目。いろんな組み合わせがありましたが、ワイルドカード同士、いわゆる地区優勝をしなかったチームがプレーオフを勝ち抜いてこの最終決戦に勝ち抜いてくるというのは、残ってくるというのはメジャーリーグ史上初めてになります。アナハイムの2勝1敗で始まりました。エンゼルスが1つリードしています。リーターはまだ行く体勢を今整えているところ。8番から始まります6回の裏のサンフランシスコジャイアンツの攻撃。一方のエンゼルスはピッチャーを変えてきました。またしても荒木さん、はい、ブルペン勝負の様相も出てきた今日のゲームですね。そうですね、この辺はアナハイムの方がね、どれだけ踏ん張れるかですよね。ベン・ウェバーとデビッド・ベル、ベン・ウェバー、このワールドシリーズはこれが3試合目。昨日は登板がありませんでした。これはベン・ウェバーの投球をご覧いただいているところですが、第2戦ですね。そしてサンダースは打ち取ります。この独特のピッチングフォームがあります。先ほどコメントをいただきました長谷川さんの話によると、あのトントンというのがもう1段階あって3段階あったんだというような話もありました。言ってましたね。タイミングを変えるというで、ね、そうでしたよね。ツーストライクワンボール、あ、真似してます。ここから1、2、いやー、あそこがやはり甘くなってきたところは一番怖い感じになるわけですか。はい、膝元、まあ、ボール気味まで落ちていく時と、はい、行かない時があるんですよ。行かないと捕まりやすいですよね。スッと入っていくようなボールに力がなくなりますので、今度投球練習はフェリックス・ロドリゲス。今リーターはネクストバッターズサークルにいます。引っ張って今度はヒットになりました。レフトアンダーソンは回り込む。デビッド・ベルは二塁いった、二塁いった。これはどうか、これはアウトになってしまった。ワンアウトランナーありません。ここはクッションボールになっていれば完全におそらくツーベースになったんでしょうね。はい、ヒットは2桁になりましたがアウト。そして代打が送られます。これで両先発が変わることになりました。代打はグッドウィンが告げられています。それぞれランナーを出しながらもこうなかなか点の入らない展開で今3対3。このポストシーズンご覧のように6-0出ました。俊足のグッドイン、塁に出れば持ち味があります。ここはね、何でもできると思うんですよ。はい、で足を使うぞと見せてね、プレッシャーをかけてカウントを悪くさせることも当然できますし、はい、もういきなり走ってもいいと思いますし、うん、一番効くように思いますけどね。なるほど、こういうロフトンの動きも、だからそのためには今グッドウィンがね、スタートの構えがなかったんですよね。はい、そういうことがあってもまたいいかなというふうに思いますけどもね。
通算でも340を超える盗塁数トム・グッドウィン。サードはかなり前に出てきました。ランナースタート、ワンバウンドの送球で盗塁成功というのはウェバーはなかったんでしょうかね。うん、そうですね、はい、アメリカの野球でよく見られる、ね、足をスライドする投げ方ですよね、はい、それがない分グッドウィンの足が、ね、立ちましたけどね、強肩のベンジー・モリーナも送球はワンバウンド。さあ今度は試合をリードする勝ち越しチャンスを迎えました6回の裏。センターへアースタッド下がる、守備範囲は非常に広いアースタッド。セカンドランナー三塁へ、ツーアウトランナー三塁になりました。レギュラーシーズンでは1回顔があって1本ヒットを打っています。やはりシュート気味のボールですとあの辺にボールが行くんでしょうか。そうですね、三塁へグロース掴んでサードライナー。サンフランシスコジャイアンツの2人目のピッチャーはフェリックス・ロドリゲス。そしてピッチャーの打順で代打を使ってきましたアナハイムエンゼルスパルメイロ。荒木大輔さんの解説でお伝えしています。ここでピッチャーに代打が出てアナハイムエンゼルスもフランシスコ・ロドリゲスを出していこうという体制でブルペンで投球練習をさせている。どうです、また2人のロドリゲスの出来次第でしょうか。そうなりそうですね、はい。共に速球派ピッチャー、こちらはドミニカ共和国出身29歳。実は第2戦ではこのロドリゲス対決は若いエンゼルスのロドリゲスの方が勝ちました。あの時はティム・サーモンにツーランを打たれました。昨日は登板があります、昨日も登板をしましたこのフェリックス・ロドリゲスですから、ゲーム4で4試合目の登板、全試合に登板していることになります。背番号47、ジャイアンツの速球派リリーフ。第2戦で1人で3イニングを投げたのがフランシスコ・ロドリゲス。フェリックス・ロドリゲスは全試合登板で防御率が 4.50。 三振ワンアウト。非常にこう力が抜けてるんですよね今日。今日ですか、はい、ですからボールの伸びというものがものすごいですよね今日はね。パルメールもそうするとバットの上を通過するような三振でしたか、ね、はい。これから1番に打順が返っていきます。ただこの上位打線がですね非常に状態がいいですから、その力を抜いた力のあるストレートですけども、はい、どうこう対処していくかですよね。今の投球フォームなどはやはりこうかなりリラックスした中で投げていると見ていいでしょうか、はい。詰まって内野フライです。エクスタインも打ち取りました。2アウトランナーがありません。今日はやはりストライクが早めに投げられるようになってますよね。特にリーターが途中からそうなりましたね。そうですね、ですからね、おそらくこれは当然ミーティングでも言われてるでしょうし、自分たちも投げ終えてその反省をした時にねそういうものって分かってたと思うんですが、はい、今日はそれがこう実戦でね、試されてますよね。2番のデビッド・エクスタイン、失礼、アースタッド、ダリン・アースタッド。アースタッドはポストシーズン12試合連続ヒット中ですが今日まだノーヒット。連続試合安打、ワールドシリーズでという、失礼、これはポストシーズンでアースタッドの場合は12試合連続ヒットです。ちょっと今の、スーパーは違っているかもしれません。一塁線スリーアウト。とにかくポストシーズン8試合登板、8試合全部勝っているのがこのフェリックス・ロドリゲスです。この人が出てくればアナハイムは今負けていません。ボンズも一度対戦してご覧のように打ち取っています。
これがゲーム2第2戦で3イニングをパーフェクトにした時の投球を振り返っているところ、三振をこの時は4つ取りました。今ゴッドブレスアメリカが響く中で胸に手を当ててセンター方向を見て気持ちを落ち着けた。入れ込みすぎないことというのがブラックピッチングコーチの心配でしたよね、荒木さん。そうですね、ですから、まあ、本当にこう闘争心の、ね、はい、塊りのような感じですよね、いつもね。そうですね、出番がやってきました。この回はジェフ・ケントから91マイルから来ました。3人目先発ラッキー、2人目ウェーバー。そうですね、あれだけね、一度打者の方に向かってくるような感覚がありますよね。1回目の対決もケントは三振に倒れています。ですから、あのボール球を見せてという気持ちは持ってませんよね。三振、ワンアウト。あ、今のはちょっと横に滑るような、はい、ちょっと違う感じのスライダーでしたね。あの腕の位置もね、はい、少し下げますよね、サイド気味にね。横に滑るスライダーと縦にこう鋭くこう1回打者の方に向かってくるスライダーと、はい、あとはカットボールのような速いスライダーですよね。早く小さく曲がる。おお、今ですよ、フランシスコ・ロドリゲスはファーストに守備位置の指示をしてますよ。ボンズとは勝負か、初めて今日ボンズは勝負をしてもらうのか。低めいっぱいスライダーです。まずボンズはあそこを振らずに見てきた。当然あのこれだけのストレートがあるわけですから、ストレートを待ってますよね、とりあえずね、はい、今91マイルということはまっすぐのつもりで投げたボールが引っかかりました、はい、ちょっとあのボンズを迎えて、はい、普段のロドリゲスよりも少しこう力が入ってですね、かなり力が入っていますよね。ですからあのブラックコーチの心配というのはこういうところですよね。こういうところでやはり普段の気持ち通り投げられれば抑えられるという裏付けがあるわけですけどね、はい、際どくワンストライクツーボール。パーシバルからも一発を打っているバリーボンズに対してフランシスコ・ロドリゲス、最初の対決はファーストゴロ。回ったか、まっすぐ一つがワンバウンドで、あとは全部スライダー、ツーストライク、ツーボール。タイムがかかってます。やはりボンズでもこれだけ振りに行ってしまう、それぐらいの鋭さがあるわけですよね。ボンズがこういう形になるのって目にしないですよね、ほとんどね。ありませんね、はい。フラッシュが光ります。ファーストロースピーチをツーアウト。ボンズとの対決は2回顔があって2回ファーストゴロ、その前にこの1、2塁間に守備位置の指示をした20歳のフランシスコ・ロドリゲスがその通りに打たせました。ヤンキースのモンデシ、そしてヤンキースのソリアーノはホームランを打ちました。ツインズのミンケイビッチが1人で2本打ちました。その4本だけ。ジャイアンツはまだこのフランシスコ・ロドリゲスからランナーを出していません。1番2番に当たりが戻ってきました。今日のジャイアンツの打線、ピッチャーはギーター、ロドリゲスとつないで、今ブルペンではティム・ウォレルでしょうか、投球練習をしています。伸びはどうか、伸びはない。ギャレット・アンダーソン掴んで3アウト。対サンフランシスコジャイアンツ、ランナーを出さないイニングがこれで4に伸びました。フランシスコ・ロドリゲスピッチャーと申し上げていいですね、はい、そうですね、はい、
兄弟でのワールドシリーズ出場を果たしました。お兄さんはセントルイスカージナルス時代にワールドシリーズ出場を果たしました。ドジャースの抑えとしても活躍したトッド・ウォーレル。ベーカー監督は今息子さんでしょうね、この緊張感のあるプレーオフポストシーズンの戦いの中でこういったシーンも再三目にします。この回エンゼルスは3番のサン、そして4番のギャレット・アンダーソン、5番ホームランを打っているトロイ・クロース。今のボールでしょうね。今のボール、はい、この出し入れもしっかりしてますよね、はい、88マイルまでスピードが上がってますから、まあ、140キロは超えていて、そこでこう微妙に曲がってくるんですね、はい、あキャリアティム・オーレルは5割。このワールドシリーズでは初めての対戦になります。もう1イニングぐらいはいきそうです。ロフトンが追って頭上追いつきました。アンダーソンには今日ヒットが1本2本です。2勝1敗今日勝てば王手をかけますアナハイムエンゼルス。初めてのワールドシリーズ、もちろん初めてのワールドチャンピオンを狙っています。あのスプリットかなというぐらい落ちてますけどね。ファースト JT スノー、2アウト。強力打線でもなんとかなるんじゃないかという手応えはね、はい、ジャイアンツベンチも持ってると思うんですよね。なるほど、はい、確かに怖い打線ですけれども、クロースへの投球も注目しましょう。荒木さんが言う攻めというのはですね、どのあたりにティム・オーレルの場合表現されていくのか、はい、やはり早く追い込むというそういうものが出てくることが大事ですよね、はい、それはインサイドに攻めることだけが攻めではなくてですね、やはりストライクゾーンで勝負していく、はい、そういう気持ちを出していくというのが大事だと思うんですよね。まあ、外角に投げるから逃げではない、変化球を投げるから逃げではない、はい、インコースに投げるからといって攻めではないという、攻めではないですよね、必ずしもね、はい、ってなかったというのにちょっとこうタイミング合わなかったですよね。ファウル上がったが、高く上がっただけ、スリーアウト。リリーフ陣、フェリックス・ロドリゲス、ティム・オーレルと相手を3人ずつで処理しました。相手はしかしこのフランシスコ・ロドリゲス、ワールドシリーズで、まあ、20歳と288日でデビューをしましたが、96年のアンドリュー・ジョーンズが19歳と186日でデビューして以来、まあ、これだけの若さの選手というのは初めてだということです。15度8分、昨日よりはわずかですが気温も高い曇り空のサンフランシスコ、街のそこここにゴージャイアンツという垂れ幕あるいはポスターなどが見えます。久々に迎えましたワールドシリーズのゲーム、この新球場で勝利を見たいファンが囲んでいます。42,700人で3人、ワドセリングコミッショナーも来ています。この回は JT スノーから始まって、初球はストライク、
荒木さん、はい、スライダーの多さというのがこうバッターに対しての絞りやすさというのを生むようなことはあるんでしょうか、どうでしょうか。十分にありますよね、はい、ですからその打席で待っていれば来るわけですから。来ました、落ちます、初めてヒットを打ちました、初めてフランシスコ・ロドリゲスからヒットを打ちました、ランナーを出しました。今のように今は待ってましたよね。でそれが外目から甘め真ん中あたりに入ってきましたので、はい、当然捉えやすいそういうボールになりましたね。ロブネン、当然点を取ればロブネン。8回の裏ノーアウトランナー1塁でバッターはこの後サンダースベル、ピッチャーのティム・ウォレル、初めてこれはセットポジションからの投球をすることになります。後ろにボールを反らしてしまいました。8回の裏、今ポケットの帽子はそのままかぶりながらやっていたんですが、どうしました。これはでもちょっと簡単にね、モリナミット出しましたよね。バントの構えをした、バットもちょっとこう目に入ったか。多少そういうのはあったでしょうけれども、モリーナパスボール、ロドリゲスの神話、ロドリゲス神話は続いて、投げれば8試合すべて負けていないエンジェルス。フライになった、スピージョンが取った、ファインプレー、ワンアウトランナー二塁、スコット・スピージョン見事なダイビング、高めにそれも行きましたので、転がしにくい位置に来ましたんでね。フランシスコ・ロドリゲスも何か飛びつこうという勢いがありましたが、はい、ここはスピージョン、結果これで、ランナー一塁でバントで送ったのと同じ、今ワンアウトランナー二塁、デビッド・ベルは第2戦の対決ではセンターフライを打っています。今日はヒットが1本、2塁を欲張ってアウトになった当たりでした。センターへ抜けた、3塁を回った、アースタッドバックホーム、4対3、リードを奪ったサンフランシスコ、ロドリゲスから点を取りました。フランシスコ・ロドリゲスが出てくれば負けなかったアナハイムに対して、このピッチャーを攻略して点を取りました。この辺のそのボールの力、キレというのは今日どう見えてますか。僕はそんなには変わってないと思うんですけれども、はい、やはりバッターがそれに対応するようになってきましたよね、そのスライダーにしてもそうですね。確かにまだ苦労はしてますけれども、はい、代打ラモン・マルティネスです。昨日代打で起用されまして、その時は三振。 JT スローのベースランニングです。最後はこう滑り込むのか膝をつくのかという感じになりましたが、これも気持ちが何か伝わってくるような感じですね。ブルペンでは正面前投球練習、アナハイム、ここでさすがにバドブラックピッチングコーチが間を置きに行きます。一つの形が今崩れかかっているのがアナハイムエンゼルス。昨日2イニングを投げたこちらショーエンワイス、偉
れ込みすぎは怖いという話があって、うん、今日そういう紹介をしたんですけれど、はい、今日はだからそういう状態に少し入りかけてるかなというところだと思うんですよ。それはどういった形で出てますか。やはり先ほどのボールにしましても、はい、ちょっと引っ掛け気味で投げてるんですよね。ストレートにしましても、はい、少しこう力が入るあまりに少し抜けながら甘めのストライクゾーンの方に行っていってしまいましたよね。そういうのが今までなかったんですが、やはりこの雰囲気も当然そうですし、勝てば王手ということもありますし、はい、いろんなことがこうあると思うんですけども、苦しくなればどんどんテンポはピッチャーというのは速くなるとよく聞きますが、スタート三振強肩モリーナと三振ダブルプレー、スリーアウト。ここは踏ん張ったフランシスコ・ロドリゲス。狙っていきました。このデビッドベル、ベルも先ほどあのヒットを打ちながらの走塁のところで二塁でアウトになってしまうプレーがありましたんで、悔しそうなその後の表情もダグアウトには見えていました。今の打席で取り返しました。1点差ゲームでゲーム1ゲーム2がありました。初戦を取ったのはジャイアンツ、2試合目はエンゼルス、そして昨日は6点差をつけてエンゼルスの打線が爆発。さあこれで今日も1点差ゲーム、ロブネン投入ジャイアンツ。スピージを先ほどファインプレー、6番ファースト、6、7、8、いずれもこのワールドシリーズでは初めて対決をするバッターとのこの9回、ロブネン登場。ワールドチャンピオンの味を97年に味わっているこのロブネン、レギュラーシーズン今シーズンも43セーブ。記者会見がありまして、その97年当時は100マイルを超えるピッチャーだったのに、最近は90マイル台だと、しかしよく抑えられているのはどうしてだ、そんな質問がありました。あの時よりはどうやって投げていいかということを心得て投げられるようになった、そんな話をしていました。ですから先ほどロドリゲス、若いね、アナハイムのロドリゲスいますけども、はい、これから、ね、いろんなことをこう経験していくと、この年のようなね、はい、周りを見られるピッチングができるようになってくるんですよね。ロブネンは32歳、12歳年が違います。で、まあ、あれだけのボールが投げられるピッチャーですから、うん、そういう考えができるようになったりっていうのは本当に恐ろしいですけどもね。サードファウルフライ、ベルは追いつくか、ワンアウト。この試合が始まるまでジャイアンツのワールドシリーズの防御率はなんと 7.27 でした。今日は3回までに3失点をしましたが、その後先発リーダー2人目ロドリゲス、フェリックス・ロドリゲス、3人目のウォレルと抑えてきました。アダム・ケネディ代打。初球から行って同点のランナーが出ました。9回の表ワンアウトランナーが1塁。ポストシーズンの打率はご覧の通り3割6分でホームランも1本あります。レフトへポールにはボンズを追いますが切れます。当てただけ、ツーアウト、試合終了。
これで2勝2敗のタイ。2002年ワールドシリーズサンフランシスコ地元で勝ちました。デビッド・ベル勝ち越しのヒット、フランシスコ・ロドリゲスでついにエンゼルスは負けました。ポストシーズン登板ロドリゲス9試合目にして初めて負けました。そしてワールドシリーズでこのサンフランシスコでジャイアンツが40年ぶりに勝ちました。地元のファンが待っていたワールドシリーズでの勝利です。